はいどうも、ともチャンネルアカデミーでーす。いやストレスありますね。ストレス、もうストレス社会ですよ。ちょっと待ってください。いやストレス社会ですよ。まあそんな時にね、今日は僕がねストレス発散方法をねちょっと教えたいと思います。そうですね、こうかなりストレス発散できるんじゃないかなと思って、僕もね初めて挑戦するんですけどね、ちょっと一緒にやってみましょう。用意するものはね、これですね、スーパーフィットマン、スーパーフィットマン、まあスーパーフィットマンじゃなくていいんですよね。ちょっとねこう怪我しないようなこういう生地でね、これね、まあこれをこう、まあこういうね、こんな風にこう、もうこれでもう結構ストレス発散できてますね。こういうのね。ね。まあ、心の前にこれですよ。ちょっとね、こう雰囲気をね、出すためにね。これをちょっとね、まあ、こう僕の動画でね、これ出るの初めてじゃないな。まあね。まあ、ちょっとこう、で、こうちょっとね、こう眉間にしわ寄せでね、おうなろうっていう感じで、そうね、こうかぶってもらってね、いいですよ。でこれをつけると、でこれをつける理由はですね、まあちょっとねこう過激なことをするかもしれないんでね、ちょっと怪我しないようにね、まあこのストレス発散方法の相手はこいつだよ。これこいつはですよ、もうずっとこうやってね、こいつをねちょっとね、じゃあいきますよ早速ね、これをねちょっとこういう、これでもうストレス結構あれですよ、軽減しちゃう。でもちょっとねこういうふうにこうちょっとこう回ってもらって、こうこういう感じで、これいきますよ。こういう感じで、こういう感じで、皆さんは殴ったり蹴ったりしないで、ちゃんと優しく折りたたんで段ボールを捨ててね。